激辛フー。皆さんこんばんは、激辛ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。早速、皆さん結構異変に気づいてると思うんですけども、おいおいおい、どうした今日の服装ジョニー。違うんですよ、これはあの新しい衣装じゃありません。まあ言ってしまったらちょっと洗濯が間に合わなかったと。家庭的な面も見れたと思うんです。で、今日のお店なんですけれども、今日は中華です。中華紹介していきますよ。いきますよ、じゃじゃん。はい、本日は東新宿の中華料理屋さん楊州小籠包に来てます。わー、小籠包小籠包。じゃあ早速お店の方に行ってみましょう。レッツゴー。どうも、激辛ジョニーが小籠包に降臨しました。 OK、 いらっしゃいませ。シーン。あの、今日は大先生が作ってくれるみたいな。じゃあ今日よろしくお願いします。はい、一番辛いメニューは。はい、よし。今日はね、ちょっと珍しく、いつもね、僕寂しく一人で撮影してるんですけど、今日はね、撮影していく方がちょっとね、いらっしゃるので、ちょっとなんかお通しで来てみたいなのちょっと食べてみたいと思います。いただきます。あーん、辛い辛い辛い。え、これちょっとお通し出すもんじゃないですよ、これ。辛さ6レベルですよ、これ。お通しで挨拶代わりと言わんばかりに、パンチ効いてますね、これ。あの、今日食べるやつはもっと辛いんですよね。マーボーでしたっけ。マーボーですよね。あ、すいません、ビール。ビールだ、はい。じゃあ、ビール来たね、乾杯。これやばいっす、このさっき食べたこのお通しの唐辛子めっちゃ辛い。これやばいっすよ、マジでやばい。これやばいっす、これマジで危険っす。なんか普通の唐辛子の色してないっすよね。やばい、汗でサングラスが超曇ってきた。やばい。これはやばい。やばいっす。小籠包が売りなんですかね、一番。はい、結構。はい。ああ、確かに。メニュー表が。見てください。結構小籠包多いっすよ、ほら。小籠包、小籠包、小籠包。餃子で、小籠包。やっぱ中国の有名なお酒、紹興酒ありますよ、はい。ありますよ。そうなんですね。飲まないですか。僕はビール派なんで。今日はちょっと激辛名店発掘しちゃったっぽいですね、これ。あ、小籠包お兄さんに聞いたんですけど、あの、どうやら話を聞くと、なんと2ヶ月前にオープンしたてなんですよ、このお店。激辛マニアも多分知らないと思うんですよ。ここマジでヤバいっす。この照り具合が半端ないっすよ。いつも画面の左上に乗っけてるあのロゴあるじゃないですか。そっくりっす、そっくり。出てきちゃったよ、本物、リアルに。食べない。はい、お待たせしました。お、はい、肉まん。オッケー。でもなんでこれストロー刺さってるんですか。肉まんの中にスープありますよ。へえー、あ、このストローで、このストローでチューチュー肉汁を吸うんですね。なるほど、面白いですね。なんかこう、かわいいスイーツみたい。かわいいな。ちょっと肉汁チューチュー吸っていいですか。全然吸えないんですけど。あっつ、熱いよ。出来たてほやほやですよ。あ、でもうまい。うまいっすね。東京最初オープンします。何っていうかちょっとわかんないんですけど。東京が最初なんですか。そう、最初。え、肉まん、何が最初なんですか。ストローで、はい、肉まん中のスープを飲む。なるほど、この肉まんの中の肉汁をストローで吸うのが東京で一番初だそうです。初。初です。素晴らしい。うわー、すげー。なんだこれ。うわ、見てみ、ちょっとカメラ、プル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 豆腐が震えてる。うわ、すげー。これ見てください。やべー。カモン、いやいやいや、今夜もぶっ放し行くぜ。聞いてくれよな、行くぜ。猛烈激辛から戦うミッション、必殺メギラマササイコ一本、大阪アイラブド忘れ、大きにこっから始まるドラクエストーリー。いただきます。おー今これマジまさに食べてもらったんですけど、めっちゃむせてます。それぐらいの辛さ。ああ、なるほど。はい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 。まあ、うまみっていうか辛みしかない。あ、でも僕はうまみを感じます。辛さの向こう側に。
うん、この千枚がね、この激辛の麻婆汁をね、ダクダクに吸い込んでるんですよ、これうまい。うん、あ、でも僕これ結構いいです。うまい、うまいっす。でもここのお店結構いいですね。あんまリアクションに困らないっす。もう、うん、うまい。あ、なんだろうこれ、急に辛くなってきた。このね、わかります、このね、唐辛子がね、これ噛むとね、一気に辛みが出てくる。やばいね。うん、あー、カレー、すいません、白ご飯、はい、白ご飯、白ご飯、はい、一つ。やっぱ麻婆といったらご飯ですよね。あー、そう、汗かいたの、これで水分補給。これはね、今行くと危ないから、これちょっと最後の方に取っとこう、この唐辛子。はい、お待たせしました。あ、白いガス、白ご飯、ありがとうございます。かわいい麻婆のお供、よし、ね、あー、これ絶対合うわ。うまいっす。辛い、赤い、赤い、千枚。結構ちょっと僕は熱いの苦手なんですよ。ご飯熱々なの、より辛み。もう汗かいてる。うん、ご飯によく合うわ。店長美味しい、おいしいで、ここできました。恒例の塩気タイム、どう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 、今日もいっぱい書いてるね、みっちょんかびっちょんか。とんでもないお店に出会ってしまったよ、これ。これ、マーボー食べないですか、大丈夫ですか。かなり嫌いです。超しびれる、こんなに赤い、でっかい小籠包。これもしかして山椒入ってます？山椒入ってます？山椒、あ、やっぱり山椒入ってますよ、山椒ね。わー、わかるんすよこれ。山椒のしびれが、唐辛子とは違う山椒のしびれがね、来てるんですよ、これ。四川風独特の味付け。食べる方が頭おかしいから。もういますよ。辛い、本当に辛いんですよ。僕はバクバク食べてみますから。あー辛い、マジで辛い。うん、あー本当に辛い、本当に辛いですよ。あ、じゃあ肉まん食べたいと思いまーす。中国の家庭料理。え、これなんて、これめちゃめちゃうまそう。辛くない、うん、いただきます。これめちゃめちゃうまいでしょ。うん、肉まんうまい。肉汁がこう噛むと溢れ出てくる。あ、本当のところがあるよね。まあでもうまい。え、これは何ていう料理ですか。まあ、普通の中華料理ない、カレー料理、カレー料理。うん、ご覧くださいいや、これうまい、これうまいに決まってる。うまいもんだって。うん、汗が止まらない。
ビーフン、ビーフンじゃなくてないこれ。汗がやばい、半分減りましたね。これ食ったら、はい、すごい。すごいですか。これはね、なかなか食べれない。名前に激辛がついてますから、これ食べなかったらただのジョニーになっちゃいます。じゃあ何ソフィー、冷めてきたら結構いけますよ。無理無理無理、頑張れ頑張れ頑張れ。あ、でも慣れてきましたね。いや慣れないよこの辛さは。うん、この牛の千枚が甘く感じます。いや、千枚がまた辛い、終わりが見えてきました。あの、すいません、これお通しじゃなくてわざわざ僕のために用意してくれたやつ。じゃあ、じゃあ、飯食えば。ラストスパーだ。これがうまいですよ、この千枚が。これがうまい。残りスープの方飲み干していきたいと思います。うん、あ、ごちそうさまでした。完食しました。いや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 、今日ね、意外にダークホースだった。忘れてた、この唐辛子が残ってました。食べかけじゃないですか、食べないですか。1個これいこうかな、ね、これやばいんだよね。あじゃあ本当にやばい、本当に辛い。じゃあちょっと今日の辛さのレベルを判定していきたいと思います。本日の揚州小籠包の石焼き麻婆豆腐、じゃじゃじゃん、星7つ7つでーす。おめでとうございます。まあ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 ね、あのマックス10ですから、7レベル高いですよね。舌が慣れてきて、最後はね、美味しくすすれました、いつものように。お疲れ様でした。いや、ごちそうさまでした。どうも、ありがとうございます。いや、めっちゃ辛かった。そうですか。はい、前は僕も食べたことあるけど、はい、辛くないですよ。マジですか。はい、じゃあちょっとこれ一緒に食べません。ちょっといい、まあ、辛すぎ、辛いんかい。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとり、ねっとりボタンはここだよ。 OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK、 もっともっと